チームジャパン安藤美希が登場です。そしてご覧のように新しいコスチュームに身をまといました。社会人大学生として初めてのこれが大会です。町長夫人もいいですね。トリプルトーループ。非常にジャンプに高さがあります。公式練習から非常にそのジャンプのキレを見せていました。トリプルルッツ、トリプルループ。荒川さん、はい、ジャンプにキレがありますね。そうですね、本来の彼女らしさが戻ってきたかと思います。すごく安定していると思います。ジャンパー安藤の復活、本人も目指しています。そしてこれが大きなきっかけの大会となるか。これもオリンピックの時と同じあの曲で滑っているんですけれども、また少し大人っぽくなったかなという印象を受けました。それから荒川さん、ちょっとこうなんか体も絞れたような印象あるんですが、いかがですか。そうですね、やはり彼女のストレスといったり、あとはプレッシャーだったりというものが今少ないのではないかなというふうに思います。伸び伸びと過ごしているのように思います。モンナコーチもオリンピックを終えて気持ちも一新、スケートそのもの、そして学生生活も楽しめているようだと話していました。やっぱりあの高校生からまた大学生になりますと環境も変わりますし、それ多分静香さんも一緒だったんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね、私の場合は考え方も、はい、一人で生活を始めたので、いろいろなことがもう何もかもが初めて、大変なことも多かったんですけれども、またでもスケートに向き合う、こう新しいきっかけになる時期でもあるんじゃないかなと思います。そうですね、何事も自分で考え始めるようになりました。今はとにかくジャンプを一から基礎からやり直しているというふうに話しているこの安藤。学生生活本当にエンジョイできている、そう笑顔で語っていました安藤美希です。やはりまだその基礎からやり直している段階だと思いますので、完璧ではないと思うんですね。彼女の満足いくところまではまだいけないと思うんですけれども、はい、これからシーズンに向けて一からやり直しているということで、完璧になって帰ってくる安藤選手が楽しみです。お母さんが最終的に手直しを入れました。この新しいコーチ、心が出るといいなと思って移動を選びましたとお母さんは話しています。衣装の感じもだいぶ変わりましたよね。トリプルサルコーダブルトーループ。ここは本来3連続のジャンプを予定していましたね。スパイラルシークエンス、このスパイラルシークエンスを見ても、あのつま先のポイントの部分が非常に丁寧に上に上がるようになってきたなというのも感じますね。大きなものから解き放たれたその開放感、そして次へ向かうためのこの希望、そして期待感、新たなスタートを切りました安藤美希です。荒川さん、いかがでしたか。はい、そうですね、全体的にはあの
本人の満足いくところまではまだいけないかと思うんですけれども、これから徐々に彼女も自分で考えてスケートを滑っていく上ではいいスタートが切れたんではないかなというふうに思います。八木沼さんはどんな印象を受けましたか？そうですね、やはりその表情を見てても一つなんかこうワンランク上に上がったかなと、ちょっと何かこういい表情になったなというのを感じたので、これからやはりすごく楽しみだなというのを感じますね。まあ、シーズンを通して最終的に今シーズンは来シーズンは世界選手権に向けてどれだけ自分をレベルアップしていくことができるか、この演技を見ても楽しみになってきました。また荒川さん、同じく代表としてトリノオリンピックを戦ったというあれですけれども、バンクーバーへ向けてこの運動選手、ご覧になった これから向けての必要な部分、どんな点に感じられますか？そうですね、本来の彼女のジャンプを取り戻して確実性を上げることが一番彼女に今必要なことだと思うので、今それに取り組んでいると思うんですね。あとはもう彼女が伸び伸びと滑れる環境が周りが整えてあげることが一番必要だと思います。荒川さん、4年というのはそんなほど長くないですよね。4年というふうに構えてしまうと長く感じてしまうかもしれないんですけども、1年1年目標を持って進んでいくと意外とあっという間に過ぎてしまうのかなというふうにも思います。少しこう笑みも見せました安藤美姫。さあ得点が出ます。テクニカルエレメンツは 52.64。 さあそしてプログラムコンポーネンツは 53.92。 リダクションは1ポイント、そしてトータルは 105.56。 女子3人を終えまして、この時点で安藤はトップ、そしてこの時点でチームジャパン